やらとぼっちジーディ、お酒が織りなすデコボコインシュライフ。最近おすすめのゆり漫画酒と女は2号までを紹介。祖父の影響でバッテンダーに憧れてるけど一人で宅飲みしかしないぼっちジーディの治りと、実は四天王寺の子孫で人からもらった酒しか飲めない呪いをかけられた陽キャギャル日向とタキャンの人数合わせの飲み会で偶然出会い、日向を解放する流れで治りの自宅へ。そこで日向に酒を作って飲ませる奇妙な関係を結ぶことから始まる二人の同居生活を描く作品だよ。人間が楽しむことが大好きなのに酔いのせいで本当の意味では楽しむことができない日向が、不器用ながらも人の気持ちを汲み取って行動する治りと、彼女の作るお酒ですの自分を出せる幸せをかみしめるような笑顔がとても良いです。最新刊では鬼でありながらトップアイドルでもあるアジユ、そのライブで急遽バッテンダーを務めることになったナオリ、ライブ隊に選んだカクテルは、そして謎に包まれたひなたの実家がついに登場と波乱の展開に、興味がある人は試し読みのリンクを概要欄に貼っておくのでぜひ読んでみてね。翻訳版があるかちょっとわからなかったけど、早く海外のゆりファンも楽しめるようになると嬉しいな。余談だけど日本にはだいたいどこのスーパーでも手に入る鬼殺しという名前のお酒があるよ。鬼殺し、改めて見るとすごい名前だよね。少し前までは新宿で地雷系ファッションをしてる女子が紙パックの鬼殺しをいちごミルク感覚で飲み歩くのが流行っていたとか。多分この漫画のせい。日本に来る機会があったら探してみてね。今日はこの辺で、それではまた次の動画でお会いしましょう。